どうし、戻っちゃったじゃん。山本たけるさん。ちゃんとやってた。戻ったらつまんないね、なんかね。つまんない。あ、本当。なんかね、もうめんどくさいから、今日はあのままで行こうと思ったんですよ。あちらのテーブルの方からですね、苦情が出たもんで、気持ち悪いっていう。だから、まあ、どうしようかなと思ったんだけど、でも他にもね、気持ち悪いと思ってる方もいらっしゃったらいけないと思う。別にあなたたちのために変えたわけじゃないですよ。ということですね。まあ、ごめんね、大和たけるの髪もね、あれも良かったの、あれも良かった。あれもうちょっとね、髪の毛が長かったら、ここ横にこう、そうそうそう、ね、ね、うん、あれいいよね、もうちょっと待ってくださいね、伸びたらやってみるから。OK、じゃあ、まあ、恋愛もいろいろあるんだけど、まあ、僕も恋愛ね、結構経験あるんだけど、あんまり深みにはまらないタイプでありましてですね、あんまり追っかけたりしないというね、逃げられても追っかけ追わないという去る者追わずとよく言いますけど、そんなタイプの曲ですね、あっちへ行きな諦めきれない。
私駅だっていう曲ですね。本当に言ってみたいなって 歌だけの話ですからね歌だけだねこれね。実はですねこの曲で大阪でやってた時にですね面白い話が、はい、Go away my darling って歌って、はい、放火の男を探しのよっていうところに行く前に、うん、なんか大阪のファンの女の子と目が合っちゃった、うんうん、僕は習性として目が合うとねニコッとしちゃうから、ねうんうん、ニコッとした後に他の男を探しなよって立っちゃったから、うんうん、その出口でですねその女の子が待ってて藤田さん私もう冷たいいや来ない方がいいんですかとか聞かれてとか思うんですよ変わってるそれ藤田のタイプだね女版藤田です単純な単純だねもうびっくりした女版藤田ですねそんなひどい歌詞を僕が作ったわけじゃないからね。歌だけの話じゃないよ。歌だけじゃやめろよ。本当だよね。歌だけの話とただけの話だけどもこの人はそういうことだね。説明しないとダメです。説明しないとね。あっちへ行きなって言ってみたいですね。そんな勇気ないよ。では皆さん、今日は楽しく過ごしてまいりましたけど、台風とともに、皆さんやってきましたけどね今のところ雨は降ってないんで、帰るのには多分差し支えないと思います明日がちょっとね直撃するかもわからないということで、気をつけて帰ってください、次回は9月12日ですねまたお会いしましょうね、本日のスペシャルゲスト大和たけるのみこの神すみません。高速パーマかけちゃったから。ごめんね。あのままで入れよかったね、今日ね。一日ね。つまんなくなっちゃって、ごめん。はい。じゃあ、またお会いしましょう。So this is Christmas. And what have you done? Another year of life.Yeah.
はじめ。